女子ナショナルチームの元監督ですか、園田監督による暴力行為等につきまして、本日処分、再処分ということになりますか、の決定をいたしまして、本人たちにも通知いたしました。吉村前強化委員長ですが、会員登録停止1年、次に園田女子ナショナルチーム元監督につきましては、会員登録停止1年6ヶ月、徳野女子ナショナルチームの元コーチでありますが、会員登録停止6ヶ月ということであります。これはですね、やはりこれ、主体的にこの暴力的指導というか、これを行ったのは、園田前監督であります。1年数ヶ月にわたって、平手打ちから棒で殴る、棒で叩く、そしてまた足で蹴るというようなことを練習中、もしくは試合の後等に行っておりますし、また暴言のも、まあ言ってみればかなりの数で、それも聞くに耐えないような悪行雑言というのがかなりあったというようなことから、やはり悪性において一番ではないかということで、一番重いし、まあ当然でありますけど、そういう判断であります。2番目の吉村前教会委員長は、これはまあ、園田前監督が暴力行為を行っておったというのを、まあ、全部を把握していたわけじゃないですけれども、一部は見ていたというようなことも言っておりますし、そういう、こういう暴力行為を絶対に阻止せねばならない、防止せねばならないという、全責任を持った最高責任者がそういうふうに黙認しておったようなところもある。また知らなかったとしても、当然他の選手や他の監督、他のコーチですかが全員認知していると知っておったという状況の中で知らなかったというのは、これはなかなか、責任としては、そのいわゆる最高責任者としての職務の懈怠が非常に大きいのではないかというようなことから、まあ、1年という停止になったということである。